はい、こんにちは。今回は KO キングが打ち負けてノックアウトされた試合を紹介いたします。WBC 世界スーパーライト級王者コンスタンチン・チューが3度目の防衛戦にメキシコの英雄フリオ・セサール・チャベスを迎えました。英雄チャベスは103勝86 KO を積み重ね、常に打ち合いを挑み、破壊力ある攻撃とタフネスさを持って相手を仕留めるスタイルはメキシコで神様のような存在で、グレゴ・ホーゲンとの試合では13万人もの観衆を集めるほどの絶大な人気を誇っておりました。弁髪のように神を三つ編みにしている王者チューも剛腕の持ち主で、数々の対戦者を KO してきたファイターで、この試合も英雄チャベスを相手に真っ向から打ち合いを挑み、第6ラウンドには強烈なワンツーを放ってダウンを奪いました。英雄は起き上がりましたが、王者チューの剛腕が炸裂したとき、セコンドとレフリーが戦いに終止符を打ちました。20戦全勝、全 KO のアフェリノ・フレータスは、WBO 世界スーパーフェザー級王者、アナトリー・アレクサンドロフに挑戦しました。初回からフレータスは、圧倒的パワーで、経験豊富な王者を追い詰めていきます。身長は168センチとスーパーフェザー級やライト級ではやや小柄ですが、野性味あふれ豪快で躍動感のあるファイトスタイルで常に相手を圧倒していきます。そしてフレータスは長距離でも接近戦でもパワーとスピードのあるパンチを打ち込みます。フレータスは2つの階級で世界王座に戴冠し、そのファイトスタイルで人気を得て、特に母国ブラジルでは国民的英雄と言っていいほどの人気を獲得しました。35戦全勝のフレータスは WBO 世界ライト級王座の防衛戦にディエゴ・コラレスを迎えました。コラレスは1階級下のスーパーフェザー級の世界王者で、階級を上げてフレータスに挑戦いたしました。強打者同士の戦いはコラレスのプレッシャーがきついためか、フレータスが足を使う展開となり、35戦全勝のフレータスが追い詰められていく展開になりました。フレータス有利と思われていた一戦ですが、第8ラウンドにフレータスは集中連打を浴びダウンを喫します。第10ラウンドにフレータスはこの試合3度目のダウンを喫し、心を折られました。マイク・タイソンは1980年代にボクシング界を無双し、世界最強と恐れられ KO の山を築きました。誰もが恐れるタイソンを下の階級クルーザー級時代から狙っていたのがリアルディール・ホリフィールドでした。
The real deal, Holyfield. 1990年にタイソンがダグラスに敗れ、また刑務所に収監されたことで、なかなか実現できなかった対決でしたが、ホリフィールドは辛抱強く待ち、1996年11月についに竜子相打つこととなったのでした。獰猛に襲いかかるタイソンに対し、ホリフィールドは他のボクサーとは違って真っ向から受けて立ち、6ラウンドに左フックを合わせダウンを奪います。ホリフィールドの予想外の前線に観客たちが奇跡が起きると感じ始めた時、ホリフィールドの連打が炸裂し、タイソンが棒立ちとなりました。続く11ラウンドにホリフィールドは人類最強の男を再び滅多打ちにし、リアルディールを証明したのでした。バズーカと呼ばれたウィルフレッド・ゴメスはアマチュア時代には15歳の時にオリンピックに出場し、18歳でプロデビューいたしました。デビュー戦は引き分けでしたが、2戦目から32試合連続 KO をしたのです。その間スーパーバンタム級の王座を17度連続防衛し、すべて KO 勝利という記録も残しているのです。ゴメスは6度目の防衛戦で52戦全勝 51KO の WBC 世界バンタム級王者カルロス・ファラテの挑戦を受けます。戦前の予想ではファラテが有利でしたが、ファラテが試合直前に風邪をひき、また減量で苦しみました。ファラテは体調不良のためもあって勝ちを急ぎ前に出ますが、王者ゴメスが巧みにいなし、4ラウンドに強烈な左フックのカウンターが炸裂するのです。5ラウンド、ついにファラテがバズーカの連打の前に力尽きてしまいます。強打のバズーカ砲で世界スーパーバンタム級王座の防衛戦を17連続 KO 防衛を果たしたゴメスは、続いて WBC 世界フェザー級王座も奪取し、初防衛戦にアズマー・ネルソンを迎えました。挑戦者ネルソンは歴代軽量級ボクサーの中で最強の呼び声が高いボクサーの一人です。抜群の身体能力を生かした強打とスピード、堅実なテクニックを兼ね備え、アフリカの野生児と呼ばれていました。中盤から強打の2人が打ち合うシーンが多くなり、野生児ネルソンが31連続 KO のレコードを持つ
ゴメスを上回る破壊力で攻め立て、ゴメスがバズーカ砲で反撃をし、一進一退の攻防が繰り広げられました。迎えた11ラウンド、ネルソンの猛攻が火を吹き、ゴメスが防戦一方になり、それまでのダメージの蓄積もあり、王者ゴメスはついにダウンを喫しました。